ンテンシティスピードテックインテンシティ。まあ、FC東京で、まあ、なかなかやっぱり出場機会がなかったんで、まあ、自分自身も今後について考えてる時に夏のタイミングで、まあ、町田から声かけていただいて、まあ、J2 周囲のチームから出てなかったにもかかわらず声をかけていただいたっていうのは嬉しかったですし、まあ、町田のサッカー見てても自分の良さを出せてるイメージっていうのは結構できたんで、行こうっていうふうに決めました。入団して結構すぐまた試合にはこう、そうですね、入団して、一番最初の試合から、はい、出させてもらって、うん、本当に町田のスタイルにもなんかこうジュニア選手のプレースタイルがあって、うん、かなりこう、まあ、最後こう優勝だったり昇格に向けての力になっているのはあのファンとしては拝見してたんですけど、はい、なんか町田は今年すごいニュースが多いチームだったから、そうですね、良くも悪くもいろいろなんか出てますよね結構ネットで、はい、はい、一つはやっぱ黒田監督が就任されて1年目でこれだけこう J1 昇格っていうところで、入ってみて率直にこうファーストインプレッションというか、どういう雰囲気だったり、なんかどんなこと感じましたか？いや、すごく真面目というか、その黒田さんだけじゃなくてチームとしても真面目なチームだと思ったし、若い選手が多かったけど、でも練習に対するでサッカーに対する姿勢とか練習一つ一つに対する姿勢とか強度とかっていうのはすごく高くてびっくりしましたね。すごく自分自身はきつかったですし、練習も、はい、雰囲気はすごいいいなと思いました。みんな仲いいし、一周時もそうでしたけど、やっぱこうベテランの選手たちが結構引っ張ってくれて締めてくれて雰囲気作ってくれてたんですけど、町田とかも結構本当に若い選手多くて、自分とか入ったらもう割と上の方だったりとかはしたんですけど、でもみんながしっかりみんなで雰囲気作っていくみたいなところはすごいなと思いました。途中からこうシーズン合流して、はい、ジュニア選手としては、まあ、こういう貢献をしようとか、うん、こういうところが町田にこうプラスアルファになれるんじゃないかとか、どういうことを考えてその試合だったり練習に臨んでいましたか？まあ、一つはキックのところ、うん、っていうのは、まあ、多分評価していただけてたと思いますし、自分も自分のストロングポイントではあったので、そこはまあ全力で出していこうって思ってたのが一つと、まあ、ロングスローのところも町田としてこう戦術の1個みたいなところもあるんで、まあ、自分も投げれたのでそこは出していこうっていうふうに思ってましたね、うん、特にそこですかね、うん、まあ、のフリーキックもこうゴールがあったりとか、はい、そういう意味では結構これまでのこうシーズン順調に自分としては来ているようなイメージですか？そうですね、はい、町田に入ってから、うん、ただまあ入ってすぐその出れた試合も失点が少ないで有名だったぐらいの町田だったんですけど、自分が入って一番最初の千葉戦で3失点ぐらいして負けてうわこれやばいなと思ったりとか、うん、つい最近の甲府戦の時はスタメン変えられたりとか、うん、まあ、そういうことはありましたけど、まあでも割と出場機会をいただいて役割をもらえてるんで、そこはまあ順調に、はい、いけてるかなと思います。いろんな監督の下でこうプレーされてきたと思うんですけど、黒田監督ってこうどんな特徴がある監督だと思いますか？特徴、もっとなんか俺入る前は結構厳しい、うん、学校の先生っぽいって言い方あれですけど、結構こう固い人なのかなと思いましたけど、全然そんなことなくユーモアもあるし明るい人ではあったんで、普通に、はい、接してくれる人なんだなと思いましたけど、で監督としては勝負師なんだなっていうところで、勝つためのことをすごく考えてる人、このリーグを勝って昇格するためとか優勝するためにどうしなきゃいけないっていうのを誰よりも考えてるし、それを表現する人だなっていうのを思います、ね、例えば結構黒田さんってメンバーとか固定したりもあんましない、普通に勝ってても負けててもあのメンバー変えたりする、でその選手が点取ったりとかするんで、そういう感覚みたいなの持ってますし、そういうのコーチングとかで言うし、そうやってメンバーも変わったりするから自分たちもなんかこう安心できないというか、何試合連続出てようが一つのこう気の抜けたプレーとかこう立ち振る舞いで変わったりもするから、練習含めてすごく緊張感ある感じを作り出せるので、それはすごくいいかなと思います。
長いシーズンをこう4つに区切ってここで勝ち点を積もうみたいな、はい、あのそのニュースで見たりもしたんですけど、あ、はい、そういう、こう結構合理的なアプローチもされたりする。あ、そうですね。だからなんか選手とかチームに一つのみんなが向かっていけるものを示してくれるから、例えばじゃあシーズン始まった時に昇格優勝ってなっても、それこそ黒田さんも1年目だったりとか、まあ、町田としても結構大きく変わった年でもあったみたいなので、そういうチームにじゃあこの目標って設定した時に多分結構みんな1年後の結果なんで、なかなかこうふわーっとしたものはあると思うんですけど、数字とかも割と勝ち点いくつって決めたりもするから、あ、じゃあ今ここを達成するにはあと何回、まあ、勝ったりとかこういう結果残さなきゃなっていうのは分かるし、じゃあ自分は試合に出てこうしなきゃなとかってあるから、そこはすごくいいのかもしれないですね。そこも含めてこう町田ゼルビアのこう今シーズンの強さの秘密というか、うん、理由みたいなところってどんな部分だと思われますか？勝利っていうものに対して結構貪欲なところが今年のこの結果につながってるのかなと思います。一時期は勝ち点も10何とか離れたりとか、結構安泰な、それだと安泰だなっていうぐらいの時も、まあ、結果的に今シーズン終盤になって結構ギリギリ前になってたりするんですけど、そういう安泰だなって思うような差の時でさえも自分たちでプレッシャーかけ合って、で別に他のチームとの差とか関係なしに、今の自分たちがここの目標を達成するにはもうもっとやんなきゃいけないでしょみたいな、そこが多分強いのかなって思いますね。残りのこうシーズンの過ごし方についてはジュリア選手はどのようにこうしていきたいと思います？チームとしては、まあ、次の試合勝って優勝決めたいというところはありますけど、やっぱ個人的に選手としてこの3試合出て終わるか出ないで終わるかっていうのは、1年間良かったなって思えるか思えないかって結構違うと思うんですよね。だから自分としては何としてももちろんチームの結果というのを大前提として、この3試合全部出るっていう意識を持ってやるっていうのが、来年に向けてもよし頑張るぞって思える大きな3試合になると思うんで、そこは個人としても特に意識して、やっぱり自分も J1 を経験できてみんな上手かったし早かったし強かったなって思うんですよね。自分はそこで監督が使ってくれなかったとかじゃなくて、本当に自分を表現しきれなかった、だからこそ J2 っていうところで結果が残せたけど、ただ J1 に行くだけじゃなくて出て活躍するには今のままじゃっていうか到底難しいと思うんですよ。来年の J1 の開幕に向けて、あともう逆に言ったらもうあと何ヶ月しかない中で、自分はここでレベルアップしていかないとまた悔しい思いをする、あの思いを絶対したくないって思いがあるから、やっぱその残り3試合も含めてよりなんか目の色変えてやって、やれることやって J1 にもう一回再挑戦して成長して戻ってきたっていうところを見せたいなって思ってるんで、そっち側の危機感というか、来年からまたあんなすごい人たちと戦って勝っていかなきゃいけないって思いがあるから、結構危機感というか、なんかもっとやんなきゃって思いが結構今強いです、うん、もちろん町田での競争にも勝っていかなきゃいけないんですけど、出た時にはそういう相手と勝っていかなきゃいけないって考えると楽しみであり、結構ゾッとするところもありますよね。ジュリア選手といえばピッチ外での活動も、まあ、東京時代からたくさん、まあ、その前からかもしれないですけど、されてきたと思うんですけど、はい、具体的に今こんなことしてるよとか、こんなチャレンジしてるよというのがもしピッチ外であれば、はい、いくつか教えていただきたい。大きくは3つやってて、1つはなんかスポーツの普及みたいなところで、もちろんサッカーもそうなんですけど、スポーツをもっとみんなにしてもらいたいし楽しんでもらいたいし、まあ、その中で特にサッカーとかっていうのを好きになってもらいたりとか、サッカーをする人が増えてくれたらいいなって思ったりもしてるんで、そういうイベントを地元でやったりとかしてるっていうのが1つで、2つ目が、まあ、本当に犬がめちゃくちゃ好きなんで、その犬を救えたらなっていう、なんか日本でも結構殺処分とか減ってきてはいるんですけど、もっともっと減らして殺処分ゼロを目指したいですし、なんか犬と人間の関わりっていうのはすごく大事だなと思ってて、犬とかこう温かくて実際に生きてて、でそういうものと触れ合うとか優しくするとか
ていう経験とかってすごく大事だと思ってて、だからそういうまずは犬を救うってところもそうですけど、犬と人間っていうところの関係性をもっともっとこうよくしていけたらなっていうところが2つ目の活動で、で3つ目がまあ僕が今はもう娘2人いるんですけど、一番最初の子供を、まあ、流産したっていう経験があって、まあ、1ミリも流産するなんて考えていなかったんですけど、だからこう正直検診の時とか妻の検診の時とか何も考えてなかったですけど、心拍確認できてちゃんと心音を拾えて母子手帳もらって、で次の検診が次の次の検診ぐらいで心拍止まってて赤ちゃんダメですっていう、まあ流産っていうのを経験して、なんかすごくショックだったんですよね。まあ今となってはこの世の中にそういう経験をしてる人、流産だけじゃなくて死産とか不妊治療とか本当にこういろんな家庭とかいろんな経験をされてる人たちがいるって今だから分かるけど、その自分が当事者で経験した瞬間っていうのは結構頭真っ白になって、変な特別感みたいな、自分たちだけなんでみたいな、自分たちにとって自分たちの子供が亡くなるっていうのはすごくきつくて、そういう人たちの少しでも心の拠り所みたいなのができればなっていう、もちろんこうデリケートな問題でオープンにしたくない人とかっていうのはいると思うんですけど、でも自分のあの時だったらもし分かってくれる人がいたら多分ちょっとはこう楽になったのかなっていう思いがあるから、そういう人たちがつながれるような、なんか温かいコミュニティみたいなのができたら、なんか救われる人で、多分流産経験してもうそれは怖いからなかなか次に進めないっていう過程もあると思うし、でもそれを経てもう俺みたいに子供はもう今娘2人いたりとかっていう過程があったりとかもするんで、もっともっと苦しい思いをしてる人はいると思いますけど、でも救われる人が一人でもいるんじゃないかなと思って、そういうなんかコミュニティみたいなのを作ってみんなでこう共感しながら、じゃあ次に進んで、でこれからそういうことを経験するかもしれない世代の子たちにもこういうことがあるんだよとか、じゃあ今みんなが生まれてここまで育ってることってすごくないみたいな、やっぱ自殺しちゃう子とかなんか引きこもりになっちゃう子とかなんかまあいろいろいると思うんですけど、でも生きていることがどれだけすごいかっていう、俺もそこで初めて知って、やっぱ生きたくても生きれない子がいた、しかもそれが自分の子供だったっていうのはすごい衝撃的で、そこですごい自分の人生観っていうのが変わって、自分がなんかこうやって生きてることとかやりたいことやってることってどんなに幸せなんだろうみたいな、だから本当にそういうことを伝えていけたらなっていうふうに考えてます。リュウさん、分かったって何歳の？22ですね。結婚してさっき言ってドイツが帰ってきて2ヶ月後ぐらいに子供ができたって分かって、だからそう22歳でしたね。まだ藤枝入られる前ぐらい、はい、入る前、そのニートの時です。あ、じゃあまた、はい、結構きつい。そうだ、その時は本当結構どん底でしたね。でもなんかその子が与えてくれたのかなっていうのも思うんですよね。もしかしたら今がお前には早いよって思ったのかもしれないし、収入もないしニートだし、住む家もお互いの実家を行き来したりとかしてる、そんなやつのとこにはって思ったかもしれないし、あとはでもそれを伝えてほしいっていう思いもあったのかなって勝手になんか、まあ意味付けてるところもあるんですけど、やっぱり J3からやっぱ J1 に行ったことで自分を知ってもらえるようになったっていうこともあるし、そういう自分がその流産とかを経験したっていうことはやっぱなんかあるのかなっていうふうには思いますし、少しですけど発信力持てたからにはやっぱやっていけってことなのかなって勝手に思って、まあ、今そういうのをやるためにちょっといろいろ準備したりとかしてるっていう感じです。自分が J3 だったんでやっぱりそんなにお客さんとかも入んなかったし、自分自身にファンがいなかったりしたんですけど、まあカテゴリー上がってったりとかして、FC東京とか行った時にあんまり試合出てなかったりしましたけど、出た時とかやっぱたくさんの人に見てもらえたりとかして、たくさんの人がなんか FC東京が勝ったら今週仕事頑張れるとか、なんか練習場見に来てくれて一緒に写真撮ったりとか握手しただけで今週頑張れる、病院行くの頑張れるとかっていう人たちがいたりするっていうのを聞いたりとか、自分も直接メッセージもらったりして、人の人生とかに結構僕たちの仕事って影響を与えるって言い方がおこがましいですけど、まあ、元気を与えれたりとか、もちろん僕たちももらってるんですけど、ちょっと勇気を与えれたりとかってする職業だなっていうのをより感じたから、じゃあ 今動いたらこれだけの人がに発信できたりとか、こういう人が協力してもらえそうだなってことを
な感じれたっていうのが大きかったと思いますよね、うん、先ほど2つ目に挙げていただいた保護犬の取り組みも何かこう具体的な今後の計画とかがもしあれば教えていただきたいなと思いました。保護犬のところで言うと FC 東京にいる時もその活動をやってたので FC 東京のその練習場から小平市のブルーベリー愛犬ファミリー協会っていうところがあってそことちょっとこう協力して小平市にドッグランを作る計画をしてたりそれが直接殺処分とか保護犬っていうところとは、まあ、少し離れるところはありますけどでも自分が FC 東京の時に一回なんか日本でも割と大きな譲渡会というかたくさん人が来るような譲渡会見に行った時にやっぱ犬が室内で、ボランティアさんの横にお座りさせられててとか猫だったらこう猫のゲージに入れられててそれを里親で保護しようかなと思ってる人たちが見に来るみたいなで俺も見に行ってなんかこれって犬にとっても保護しようとしてる人にとってもなんかいいのかなと思って、うん、あんま良くないんじゃないかなと思ってやっぱ犬もねストレスでこう疲れてるしそう考えた時に屋外でなんかじゃあ実際にやっぱ保護を待ってる犬っていうのは怪我があったりちょっと病気があったりする子もいたりするんでその子の特徴とかっていうのも実際歩いてるとこ走ってるとこを見てもらって分かることってたくさんあると思うしじゃあ実際人懐っこいって言ってたけど本当に人懐っこいのかとか吠えちゃうとかっていうのも分かると思うからそういうことをその屋外のドッグランでできたらなとかっていうのは思ってますし譲渡会自体そういうとこで開いてもらってそこにたくさんの方が足を運んでもらえたら、うん、いいのかなって思っててさっき言った人と犬っていうところの、うん、テーマもそういうドッグランを使いながらいろんなことで使えるドッグランみたいなもう今完成目指して頑張って準備してるっていう、はい、ドッグランってお金もかかると思うんですけど、はい、どんなこう計画でまずは来年の3月を目標にしてで自分のこの理想の絵みたいなのあるんですけど、はい、それをこう一発で完成するっていうかはでまずは、まあ、人工芝を敷こうと思ってるんですけどまずは人工芝を敷いて今ちょっと土なんですけど人工芝を敷いて、まあ、まずはその場所を知ってもらってたくさんの方に来てもらってみんなでもっとこうしたらいいんじゃないかっていう声を実際にみんなとこう話し合いながら作っていければなっていうふうに思ってて実際にも結構お金はかかりますし、うん、そのまず人工芝を敷くっていうところだけでも、うん、400万ぐらい、うん、ぐらいかかってくるところもあるんで今なんか協力してくれそうな企業さんをちょっと探したりとか、うんまあ、クラウドファンディングとか考えながらただ作るだけじゃなくて作って使ってもらって、まあ、みんなでこう守っていきたいっていう思いがあるんで多少コストとか、作るのに労力っていうのはいりますけどなんとかまず人工芝をそこに敷くってところ目標に、うん、来年の3月まで今もちろんサッカーのところ集中はしてますけど、はい、頑張ってなんか動いてるっていう感じです。ああなんとか11月中旬ぐらいにはクラウドファンディングを始めて年内いっぱいやって、うん、資金を集めて来年になってこう工事とか、移ってでやっぱあったかい時期にオープンにしたいなって思いがあるんで虹色ワンワン広場ってつけてるんですけど、はい僕虹が結構好きで、はい、この世の中もそうだなって思っててなんかいろんな色を持ってる人みんながいろんなキャラクターを持ってできてると思うしでやっぱ虹ってなんかみんながこうあなんか綺麗だなっていうかラッキーみたいなそれ見たらだから多分この社会とか世の中も本当はそういうなんか個性とかがやっぱ重なって成り立ってていいものができたりとかみんなが感動したりすると思ってるからそんな場所になったらなと思って、うん、完成した時にはまたぜひぜひぜひ来てください本当にじゃああれですねこうシーズン終わっても、まあ、もちろん J1 に向けての準備もあるしいろいろな活動もあるし、はい、忙しいオフになりそうなそうですねまあ本当にサッカー選手だけが夢でずっと頑張ってきてはいたんですけどなんか今はもちろんサッカー選手として J1 とか日本代表とかその高みを目指すところは1ミリもブレてはないんですけどでもそれだけじゃなくて他にさっき言った3つのようなことをやり遂げたいとかやっていくって夢ができたっていう中でサッカー選手が逆にその夢を達成するための手段ともなっているというか正直、うん、
それがこう悪いことじゃなくて、でもサッカー選手としてやっぱり J1 行ったりとか、例えば代表を目指してその結果が残せれば、今みたいな活動っていうのもさらに皆さんに知っていただいて協力したいって思っていただける人たちも増えてくるっていうところで、今すごく自分的にはバランスがいいというか、このさっき言ったようなことだけにもなってるつもりはないし、サッカーのところで結果残して、じゃあこっちもやっていく、こっちがやりたいからサッカーも頑張るっていう、なんかすごくいいバランスではあって、だからそうですね、しばらく結構忙しくなりそうな感じありますね。はい、最後今後のビジョンを聞こうと思ったんですけど、はい、自然とお話しいただきたいので、すいません、はい、勝手に喋っちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。